こんにちは、キーです。今回の動画は前回に引き続きアーシング関連グッズをご紹介したいと思います。今回リラクリフェのメーカー様からお送りいただきました商品は主にお部屋でくつろぎながら使用できるもので、睡眠しながらなどアーシングできるアイテム3点をセッティングしまして、使い心地などをレビューします。今回の体験に伴い2点購入したものがあります。一つ目はアイリスプラザの高反発健康マットレスでダブルサイズです。それからもう一つは AYO 最新版高級ホテル仕様の丸洗いできる高反発枕です。この二つをベースに今回のメイン商品と組み合わせてセッティングするために準備はできていますので、早速カメラを切り替えたいと思います。では早速3点の商品を見ていきましょう。まずは一番上のものはアーシングコットンピローケースです。サイズは 70cm×50cm ですね。広げてみるとこのような感じになっています。そしてここにファスナーがついてますね。チャック付きとなっていまして、中に枕を入れるような感じですね。でここに接点があります。広げてみると結構大きいですね。このような感じとなっています。それから同じ素材で大きなアーシングシーツ 200×140 のダブルサイズがこれですね。後で購入しました健康マットに敷いてみたいと思います。接点はここですね。はい、このような感じになっています。その下にありますのは素材が柔らかそうなアーシングブランケットです。こちらは掛け式兼用毛布として使えるもので、大きさは 210×160 のものです。触ってみた感じはね、この心地よさそうですけれども、こちら側はコットンのようなね触り心地で、反対側はグレーの、単色グレーじゃないですね、これ薄茶色ですね。つるんとした感じで滑り心地が良さそうな感じです。でここに接点がありますね。でも取扱説明書にはこちらの接点の方がアースの効果が高いと書いてありました。はい、このような感じです。ブランケットというと特に冬とか寒い時期は静電気が発生するイメージですが、アースするとそのようなことも起こらないのかどうか興味津々です。コード類の接続方法ですが、まずこの 5m のケーブルですね。これをクリップを直接この布に挟むか、もしくはこのボタンのついたところですね。ここをカチッと挿して、ここに差し込みます。そしてコンセントの形状に合わせて、こちらのケーブルを接続する感じですね。では早速アースを取る準備をしたいと思います。早速ですが、アースを取る作業に入りたいと思います。一般的に考えますと、お部屋にアースが取れるコンセントは、エアコンと繋がっている場所になります。このような場所ですね。で、今回のような形状の場合は、まずここを開けます。はい。ちょっとケーブルを緩めといた方がいいですね。そうすると、上まで上がりますからね。そして、このプラスのドライバーで緩めまして、ケーブルを挿します。しっかりさせたら再び閉めます。で蓋をすれば OK ですね。はい、このような感じです。ちなみにこのような形状のコンセントがある場合は、ここにこのもう一つのケーブルを直接このような感じで挿すこともできます。ではコンセントにもエアコンにもアースの取り口がない方へ、もう一つの方法を解説したいと思います。それは地上波放送のテレビアンテナの差し込み口を利用するということです。通常はこのような感じになっていまして、1個だけのタイプや2個させるタイプのものもあります。この端子の外側、通常大地とつながっていますので、そことつなげればアース付き壁コンセントと同様に取れますので、簡単ですから早速実演してみましょう。まずは 4C 用の接線を用意します。中身を開けてみますとこのような感じですね。でこちらの方は使用しないです今回。でこの壁側とこですね、ここにねじ込みます。どんどん根元までいきますね。
はい、きっちりと止まりました。そしてこのアーシングコード5メーター用ですね、このコードをここに刺します。はい、このような感じですね。一番奥に刺したところからちょっと引き抜くぐらいにしておくのがいいと思います。奥まで刺してもセンターに触れることはないですけども、一応念のためということで、ね、引いていくことをお勧めします。これでもしっかり止まってますからね、大丈夫です。はい、このような感じですね。はい、ではすでにアンテナジャックが使用されている場合、一度録画などがされていないときにアンテナコードを抜きます。はい、別途用意しましたアンテナケーブル、短いものでいいですから、ここに刺します。そして2分配器の1端子通電型を別途用意しまして、インに刺します。はい、ここに刺しました。それからアウト側の両端子の通電側ですね、こちら右側ですに、今までテレビとつながっていたケーブルコードを再び刺します。はい、こんな感じですね。そしてこのアウトのこちら通電してない方にこの 4C 接線をねじ込みます。はい、ねじ込みました。で、止まりましたら先ほどのこのアーシングコード 5m のものですね、それを刺します。はい、このような感じです。もしくはこちらのねスプリッターに刺して、そこから刺しても OK です。このような感じですね。はい、ではテスターでねちょっと測定してみたいと思います。オームにしてこことここ、はい、つながってますね。で、このケーブルの 5m のこちら側ですね、ちゃんと 98.2kΩ、ほぼ 100kΩ になってますね。ここには抵抗が入ってますからね、このような表示に変わるわけです。はい、一応念のためにセンターピンのね通電もチェックしたいと思います。こことここはつながっている、つながってますね。でもこことここは通電していない。はい、このような感じになってます。でもアース側は両方つながってますからね。はい、こちらもこちらも外側のアース側はつながっています。はい、この方法ですとお部屋の導入幅がぐっと広がると思いますのでおすすめします。ちなみにこのような2分配器でねじ込みができないタイプですね、またはこの両端子ともに通電できるタイプは購入しないでください。間違えないようにこの動画に購入リンク先も解説付きで掲載します。では一旦アースの取り方についての解説は終了したいと思います。アースが無事に取れましたら自身が思い描いていたセッティングを実行してみます。まずはピローケースに枕を入れてみます。はい、このような感じでいい感じに収納できましたね。ここが接点なんですね。では健康マットレスにもシーツを広げてみたいと思います。はい、シーツとピローケースのセッティングができましたので、アース接続してみたいと思います。今回はこの壁の奥のとこから接続します。このようなタイプですね。はい、ここに刺します。そして、まずピローケースのここですよね。ここ、カチッとして、こちらのシーツの方もカチッと接続します。そしてこれは別売になるんですけども、スプリッターですね、こういう2分割のものを使用しても OK です。ここに刺して2つ接続します。はい、このような感じですね。で、シーツと接続できれば OK です。はい、このような感じでしょうか。では一度シーツカバーがアースされているかどうかを測定器を使っても試してみたいと思います。今1本つながってシーツにつながっているだけですので、ここの根元のところを一度抜きます。そしてスプリッターを
使用します。ここに刺してこちらですね。そしてこちら側黒いケーブルを刺します。はい、刺しました。でテスターの方ですよね。テスターの真ん中のセンターのところ、黒いところとこの赤いケーブルですね。テスターコードの U 端子のこの赤いのは外します。そしてこちらに挿して、これで準備 OK ですね。はい、スイッチを入れてみます。1個入れて、はい、つきました。はい、そしてプラスの側の棒ですねの先っちょを触ります。はい、触れましたね。でこちらの方を触ります。おお、一気に数字が下がって、おゼロになった。ちゃんとアースできていることが確認できますね。ちなみに服を着ている状態でこれ乗ってみたらどうなるんでしょうね。はい、おお、この面の素材ですけどちゃんと下がりますね。素晴らしいです。触ると、お、ゼロになった。いい感じですね。はい、きっちり接続されていることが確認できました。はい、では引き続いてブランケットをね、接続してみたいと思います。もう先ほど取ったところからここですね。はい、止めました。よし、これで寝てみよう。一回どのような感じなのか。なんか気持ちいいですね。このコットンの布には当然金属が入ってるんでしょうけども、その金属って感じはそんなしないですね。この手の触ってるこの指先がなんとなくジーンとするような感じがします。では今日スタート日としてね、また連続して何日かここで寝てみたいと思います。はい、今回は様々な用途で使用できる健康促進アイテムのご紹介をしてみましたが、いかがだったでしょうか。使用してから約1週間が経過しましたが、個人的な感想では睡眠の質が変わり、目覚めのスッキリ感がかなり改善しました。ベッドを購入しました健康マットレスとの相乗効果もあるのか、腰痛なども低減されたので、そちらの方も別でレビューしたいくらい良かったです。前回アーシングブローでの入浴後に味わったリラックス効果が維持されるような感覚で心地がいいです。ブランケットの肌触りも好みに合わせてどちらの表面も使えるので良いなと感じました。ソファーなどのカバーに使用しても良さそうです。視聴者様には導入のしやすさの解説とともに伝われば嬉しい限りですが、もし共感していただければ、ぜひこの動画のリンク先もチェックしてみてください。よろしくお願いします。では次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。